これは水ポケモンっぽいね。全然忘れちゃってるけど、なんだったっけこの人の名前。なんか水使いっぽいから、なんか鈴よとかそんな感じすんね。ポケモンリーグへようこそ。私が四天王のカンナ、あ、カンナだ氷ポケモン使わせたら右に出る者はいないわ。あ、氷ポケモン使いか。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあんたのポケモン全然動けないんだから。あはは、じゃあ覚悟はいいかしら。ちょっと狂気じみてるねさあ、メガネのお姉さんカンナとのバトルです。サンダースで行こうかな。うわ、レベル差10もあるよ。大丈夫かな。おお、よし、行け。サンダース10万ボルトだ。なんか技の PP がなくなりそうだな。不安になるな。お、眠る攻撃、眠り始めたと。どうしようかな。じゃあ一旦ここ電気ショックを入れてからの様子見ようか。お、電気ショップもう一発で倒せそうだな。 OK。 じゃあちょっと10万ボルトは温存しておきましょう。え、嘘でしょ。ちょっとそれ怖い。オッケー、よかった。さすがサンダース、素早さがいいね。よし、さあ次は何を繰り出してくるかな。パルシェン、このままいきます。ケケケケ、オッケー、ナイスサンダース。え、ヤドラン、このまま行こう。もう10万ボルトでゴリ押し。あと13回。お、ブルーバージョンのヤドラン、抱っこしてるんだね。あの尻尾の貝を、貝ってこれパルシエンなのかな。電気ショップでいけるかな。お願いします。ちょっと温存したいんです、10万ボルト。オッケー、ナイス。ルージュラを送り出そうとしているようだ。ここは取り替えてこうかな。炎タイプガーディーでいきましょう。でもちょっとガーディー育ってないからちょっと不安なんだけど、大丈夫かな。大文字、耐えてくれ耐えてくれ。うー、結構痛いね。うわー、お、ナイス。よし、穴を掘ろう。痛い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 、やめてください。さあ回復されないうちに決めていきたい。オッケー、よし。お、暴れる攻撃が始まってしまった。困ったな。最後噛みつくで決められるかな。うわ、ここでいい傷薬。ガーディ頑張れ、ガーディ頑張れ。うわ、きついきついきつい。どうしようどうしよう。もう一回穴を掘ろう。うー、やめてくれ。頼む頼む、ガーディ、ルージュラだけはなんとかして。もうしつこいよ、もうなし。傷薬使うのやめてどうしよう、もう間に合わん。これ入れ替えよ、ポケモン。ここはカメックスにちょっとご利用ししてもらいましょう。オッケー、ナイスこれはルージュラ自滅、よかった。ラプラスを送り出そうとしているようだ。はい、ここはサンダースでいきましょう。確かこのラプラスめっちゃレベル高かった記憶がある。あ、そうでもないな。56か。だから73ぐらいだった記憶があるんだけど、なんだろうこの記憶。自慢ボルト、別のバージョンかな。よし、怪しい光、混乱してしまったけど、どうしようかな。ここは10万ボルト、ちょっとサンダースを信じよう。ダメじゃないかダメじゃないか、サンダース。うわー、きつい。オッケー、ここはちょっと一回回復しましょう。すごい傷薬、サンダース。いやー、これはつらいね。お、風吹き打ってきた。痛い痛い、これはどうしよう。お願いします。ちょっと待って、ラプラス連続攻撃ずるいんですけど。お、嘘だろ、ちょっとサンダース、これ頑張って。嘘そりゃないぜちょっと待って、私の
傷薬が浪費されていってしまう。よし、ちょっとここは回復しよう。どうせここでまた吹雪打ってくるんでしょ。あの鹿狩りだった。ちょ、麻痺だけは勘弁して。オッケー、じゃあ行きましょう。10万ボルト、オッケー。ふぅ、いやー、これは一人目から大苦戦やね。なんてやつなの。はい、ありがとうございます。少しはできるみたいね。わかった、次の部屋に進むといいわ。ポケモンリーグ真のパワーはまだまだこんなものじゃないわよ。じゃあちょっと回復していきましょう。確か次はあれじゃなかったっけ、あの岩タイプ、岩地面タイプだった気がするんだけど。よし、お名前なんだったっけ。なんか普通っぽい名前だった気がする。あのシンタとかそんな感じ。俺はしてんの芝。あ、惜しかったね、死だけ合ってたね。全然普通の名前じゃなかった。人もポケモンも戦い鍛えればどこまでも強くなる。俺はそんな鍛え抜かれたポケモンと共に生きてきた。そしてこれからもな。ご飯と言ったな。俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。うーはぁ。さあ、じゃあそのスーパーパワーとやらを見せていただきましょうか。私の記憶では一番倒しやすかった気がするな。ニューワークとかだしね。じゃあここはカメックスのなめのりで攻めていきましょう。オッケー。さあ次は何を出してくるかな。エビオラを送り出そうとしているようだ。さあエビオラ、これ何を打ってくるかな。顔面を地面にぶつけるのか。お、ディフェンダーを使った。さすがやるね。だがしかし一撃、ナイスピジョット。沢村を送り出そうとしているようだ。ご飯もポケモンを売り替えますが、このまま行きます。空を飛ぶ。どうしようかな、これ電光石火。オッケー。さあ確か次もなんか誘惑2匹ぐらい持ってた気がするんだけど。誘惑を送り出そうとしているようだ。はい、ここはカメックスで行きます。オッケー。これ最後なんだったっけ、何出してくるんだっけな。怪力か。よし、じゃあここはピショットですね。お、ブルー初怪力やね。なんかすごく前傾して動きがあるよね、なんかブルーのポケモンって。さあここで怪力は張り切っていくけど、一撃で決められるのか。全然すごいな怪力、さすが。ここはあれだな、とっておきのゴッドバードを使うしかないな。これ当たるかな、ゴッドバード。命中率どうだっけ。いけ。ピジョットは激しい光が包む。お、ディフェンダー防御力を固めて、いけ、ゴッドバード。もうゴッドバード信用せんわ私。ちょっとずつ削ってこう。よし、どうしたことだ、俺が負けるとは。と見たかスーパーパワー。よしよし、負けちまったら俺の出番は終わりだ。クソ、次に行ってくれ。とではどんどん進んでいきましょう。あ、これはあれだね、キクとかじゃなかったっけ。ではでは、ここはお米ちゃんに頑張ってもらいましょう。私は四天王のキク子。あ、キク子か。あんた大木戸のジジイに可愛がられたんだって。ジジイ昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモンは戦わせるものさ。ご飯、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。ということで、四天王3人目は確かゴーストタイプ使いのキク子ですね。さあ出た、ゲンガー。結局私お米ちゃんゴーストのまま来てしまった。さあここは翼アタールを使って催眠術を当てていきましょう。ナイトエッド、やばい、耐えて、お米ちゃん耐えて耐えて、頑張って頑張って、頑張れる頑張れる頑張れる。よし、オッケー。さあこっからお米ちゃんのターンだぞ。催眠術、うわ、もうやめてよ、なんで。ずるいでしょ連続攻撃なんて、ひどいよ。オッケー、ナイス。そして夢食い、この戦法でいきましょう。ダメだよお米ちゃん、それはダメ。夢食い、次は絶対自分のこと叩いちゃダメだからね。ナイス、よし、オッケー。あ、そんな
思ったよりダメージ入らんかったな。さあ、お米ちゃんの催眠術だ。まあ、レベル差があるからね、20近く離れてるからね、仕方ないよ。いえ、夢食い。オッケー。そしてサイコキネス、これで徐々に倒していきましょう。削っていく戦法だ。うん、まだ残ってる。次傷薬使ってくるかな。使ってきたな、サイコキネス。でも次で目を覚ましたとしても一撃で倒せるはず。ナイトヘッド。うわ、しつこい。いい傷薬2回使うな、ナッシャーは。1回にしようよ。あ、失敗した。どうしよう、もう一発。いやー、でもそれにしてもよく眠るね、このゲームは。オッケー。うわ、結構時間かかったね。ゴロバットを送り出そうとしているようだ。はい、ここは再びサンダース頑張ってもらいましょう。オッケー。ゲンガー送り出そうとしているようだ。このまま行きます。おー、レベル60。これはきつい。催眠術。うわ、先行されちゃったよ。さすがに素早さ勝てないか。うわ、垂れちゃった。困ったな。どうしようかな、どうしよう。とりあえずレベルが一番高いカメックスで。どうだ、これ多分回復されるだろうな。お、いける。よっしゃ、ここで毒ジブリーダーから今日からもらった技マシンで覚えさせたんやろか。よし、うわ、使ってきた。こんな時に混乱、これはちょっとつらい。自力になってきた。お願いします。やったね。大変だったな、俺。オッケー。ほほう、大したもんだよ。やったね。あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に進みな。ということで、ちょっと回復していきましょう。お米ちゃんもね、死んじゃったしね。よいしょ。さあ、次はいよいよ、ドラゴンポケモン使いの渡るですね。確か私の記憶では一発目ギャラドスだった記憶があるんですよね。なのでサンダース頭にしとこうかな。一応カメックスの冷凍ビームと、ま、ジュゴンの吹雪で乗り切ろうとはしてるんですけど、ちょっとジュゴンのレベル37なんで、もしかしたら一撃でやられちゃうかもなっていう可能性もありますね。じゃあいよいよ渡るです。そうか、君がご飯。俺は四天王の大将。あ、大将っていうんだ。ドラゴン使いの渡るだ。知ってるだろ、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。捕まえるのが難しいけど、うまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし、小手先の攻撃も無駄さ。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾巻いて帰るかい、ご飯。尻尾なんて生えてないもん。まあ尻尾巻いて帰るのは君だね。一発目ギャラドス来たね。さあ、これはサンダースが先行して10万ボルトを当てれば一撃必殺のはず。いけ。さあ、電気タイプに目っぽい弱いギャラドス。オッケー。さあ、次なんだったっけ、白竜とかだっけな。白竜だね。これちょっと15に頑張ってもらおうかな。さあ、お、かっこいい。さすがブルーバージョンの白竜、美しいですね。吹雪当たるかな。おー、危な、破壊光線やられるとこやった。うん、もう一発キュン。よし、いけ。オッケー。さあ、これでどれぐらいダメージを入れられるかやね。お、いいじゃんいいじゃん。お、ナイスジュゴン、これは素晴らしいぞ。オーロラビーム。オッケー。剥離を送り出そうとしているようだ。このまま行きます。もう一回ふぶ、あ、ちょっと待って、横当たる使っとこうかな。でもその間なんか強い技打たれたら死んでしまいそうやけどな。よし、高速移動。オッケー。これはもらった。吹雪。うわ、竜の怒りだ。よし、なんとか耐えたぞ。いけ吹雪。オッケー。プテラを送り出そうとしているようだ。はい、
あれプテラって何だったっけな、岩飛行だっけ、波乗りでいいんだっけ。さあ波乗り折っていきましょう。お、破壊光線折ってくるか。うわ懐かしい。さあ耐えてくれカメックス。オッケー、波乗り。よしよし、あとちょっと、もう一発破壊光線打たれたら困るな。ちょっと一回回復しようか。すごい傷薬を使った使ってきたね。じゃあもう一回波乗り。お、攻撃の反動で動けない。お、ちょっと待って、波乗り外すとかないぜそれは。頑張ってカメックス。今横アタール使ってる状態だから、ちょっと次ジュゴンで角ドリルやってみようかな。怪力繰り出そうとしているようだ。はい、ちょっとジュゴンの角ドリルにかけてみよう。え、確かに角ドリルって一撃必殺よね。お、かっこいいね怪竜。なんかさ、レッドとグリーンの怪竜ってもっとボヨーンってしてるけど、ブルーの怪竜ってなんかやっぱりこうドラゴンらしいよね。角ドリルいけ。全然効いてない。あれ、角ドリルって効かんのだっけ。なんでだ、バリア。よし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 、62、レベル62。これで氷付けられたら最高だけどね。ジュゴン頑張れ。おお、すごい。次もでもこれ傷薬使ってくるでしょ。ラスチチ、お、叩きつける。オッケー、すごい。ジュゴンよくやった。やったね。ジュゴンは2895経験値。お、レベル38に上がった。よくやったよくやった。うう、悔しいが君のポケモンの腕は本物だ。やったね。さあドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。ご飯、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいところだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーの名前はパンだ。彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。今や彼こそがポケモンリーグ真のチャンピオンなのだ。私ちなみに昨日チャンピオンの綴り間違えたね。ごめん、生まれてこの方チャンピオンだと思ってた。では一旦回復していきましょう。ではいよいよ最後のバトル、因縁のライバルパンに挑んでいきましょう。よう、ご飯、ご飯も来たか。はは、嬉しいぜ。ライバルのお前が弱いと張り合いないからな。俺は図鑑集めながら完璧なポケモンを探した。いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探した。そして今俺はポケモンリーグの頂点にいる。ご飯、この意味がわかるか。わかった、教えてやる。この俺様が世界で一番強いってことなんだよ。へっへっへ。いつも上からだねパン君は。パンが勝負を仕掛けてきたとさ。オッケー、1匹目ピチョットだった。さあここはサンダース10万ボルトを打ってもらいましょう。いけ。さあサンダースの素早さ今140近くあるからね、初代で一番速いんじゃないかな。気のせい。お、レベル47に上がった。お、素早さ146あるね。風鈴を繰り出そうとしているようだ。うーん、苦手だな。でも風鈴、ギャラドスが控えてるからサンダース温存しときたいんだよね。ちょっと温存しておきたいんやけどな。空を飛ぶも、オッケー、ナイス。あと一撃、電光石火当たれ。オッケー、ナイスピジョット、よかった。よしよし、睨みつけるか。波乗り、いけるか。ナイスカメックス。お、渡るのギャラドスより全然レベル高いね。さあサンダース10万ボルト先行しろ。オッケー。さあ次はあれやね、多分ウィンディー出してくるよね。さあ結局うちのガーディオンウィンディーに進化しないまま終わってしまいそうだけど、サン&ムーンで進化させてあげよう。よし、波乗り、あと一撃だね。頑張れ。睨みつけるしかしてこんからな。ラッキーだね。オッケー、ナイスカメックス。さあさあ、そしてラストは不思議花やね。ここはピジョットで行きましょう。さあ、あの当たらなかったゴッドバード、ここで使ってみようかな。お願いします。よし、不思議花も貯めているぞ。ピジョットを激しい光が包む。
向こうもソーラービーム打ってくるぞ。次ゴッドワード、どうだどうだどうだ、オッケー、ナイスピジョット、やったね。ということは不思議花を倒したということはパンとの勝負に勝った。バカな、本当に終わったのか。全力をかけたのに負けた。とせっかくポケモンリーグの頂点に立ったのによって、多分3分ぐらいだなもう俺様の天下は終わりかよと。3分殿下だな、うん、すれないぜと。ご飯は賞金として6435円で入れた。悪かったなパン、なぜなぜ負けてしまったんだ。俺の育て方間違ってなんかいないはずなのに。しょうがないぜ、お前がポケモンリーグ新チャンピオンだ。認めたくねえけど、やったね。ご飯、とうとう勝ったな、ポケモンリーグ制覇、心からおめでとう。初めてゼリカメをもらってポケモンズが集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。パイオ、なぜ負けたのかわかるか。お前がポケモンたちへの信頼と愛情を忘れとるからだ。それではどんなに頑張ってもトップには立てんぞ。ご飯、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことをお前分かっとるな。しんどい。ご飯とポケモンの絶妙なコンビネーション見事だったぞ。それではご飯、私についてきなさい。やったね。さあいよいよこれは殿堂入りだね声おかしなるわ。おはん、褒めたとはご飯。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して称えるフロアである。ここにご飯の名前とポケモンたちを記録しよう。はい、やったね。あ、いいね。サンダースレベル47でした。殿堂入りおめでとう。いやー活躍してくれたなサンダース。さあそして冒険の始めからずっと一緒だったこのカメックス、レベル47、初めて正面から見たそして結局進化させることができなかったレベル39のガーディ、これはサン&ブーンに連れて行ってあげましょう。さあそしてピジョット正面から見るとちょっとなんか平たいけど、いやじゃあピジョットも活躍してくれたね。最後のゴッドバードが見事だった。そしてお米ちゃん、これもね必ずサン&ムーンに連れて行って私の一番大好きなポケモンゲンガーに進化させていきたいと思います。さあそして一番最後に仲間となったジュゴン、これもなかなかね活躍してくれたね。あの吹雪での氷付けがナイスだったね。さあそしてプレイ時間17時間16分と、うん、ポケモン図鑑微妙だったね。ポケモン図鑑にしてはまだボリュームが足りん、いろいろな種類のポケモンを取るのじゃ。はい、ということでポケットモンスター初代ブルーバージョンこれにて終了です。いやー楽しかったね。初めてじゃない？ゲーム実況を初めてエンディングまでプレイしたのは。はい、最後までお付き合いどうもありがとうございました。ポケモンブルーバージョン実況はこれにて終了です。さあ次回作はサン&ムーン、2016年冬に発売となっています。とっても楽しみですね。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。